きっと。新宿のとある場所にいるんですが、どこでしょうか。はい、ということでですね、中に入っていこうと思うんですが、答えは言わずに、実はですね、新宿の例のプールがあるスタジオに来てます。9階ということで今来たんですけども、ちょっと中を見せていきたいと思います。ちょっと見せていきたいと思います。どうぞ。じゃーん。まずプール以外もこんな感じでスタジオになっています。いやー、なんか例のプールってプールだけのイメージだったんですけど、普通に大きいんですよね。お、これじゃないですかね。見つけた。はい、ということで1階、実は2階部分もあるんですけど、ここにちょっと見つけてしまったこんな感じになっている。ちょっと行こうと思うんですけど、こんな感じで上の階もあるんで、上も行こうかなと思います。お姉さんが大丈夫です、映らないです。自撮りをしてます、可愛い子が。え、 YouTube 映っても大丈夫ですか。何さんですか。何さん。うさきゆきさんです。今こう階段で自撮りしてました。可愛い、いい感じ。え、セーラームーンの、セーラーサターンの色だよね。すごい、紫色でめっちゃ似合ってる髪も。さっきね、ずっと隣の席だもんね。気になってたんだけど、セーラーサターンだよねって言おうと思いながら、結構この作業が大変そうすぎて。そうなんです。なんかつけてる。そう。あと出しながらなんで。後でまた、ちょっとあの概要欄載せます。はい。可愛い人いっぱいいるんですよ。で、今回は、スムースさんっていう、撮影会の方に協力いただいて、撮影してます。見てよ、これ。これよく見ない？なんか、写真で見たわ、この光景っていう感じなんですよ。うわ、キラキラのシャンデリア。サンデリア？サングリア？があります。やばー。やばすぎる。え、なんかね、2階もね、めっちゃ広いんですよね。まず普通の部屋、なんかちょっとエロいな。なんだここは。このテレビ久しぶりに見たけど、ってか、久しぶりに見てもないわ。ごめん、嘘ついた。これ何？すげえ、ドラム缶ビデオ。なんだっけこれ。すごいやつある。はい、ということで、ではこんな感じです。今日は。こんな感じで撮影しています。見えるかな？はい。で、ここにシャングリアがあっての、シャンデリアがあっての、下が見下ろせるという、こんな感じね。と、こっちはお風呂。うわー、こんな感じですね。いやー、なんてハレンチなの？なんてハレンチなのっていう、あ、お姉さんが撮影中でした。可愛く撮っている。お姉さんも撮影してもよかったら、YouTube でいいですか？はい。何さんですか？アヘコです。アヘコさん？すげえ名前だな。すごい可愛く TikTok を撮っていましたね、絶対。あ、後で私も TikTok やってるんですよ。あ、撮りましょう。撮りましょう。ということで、もしかして、インスタグラマーさんとか Twitter とかであれですか、やってる。お、まさか私もインスタグラマーなんですよ。あ、めっちゃいい感じで、後で撮りましょう。可愛いアヘコさんでした。もう可愛い子いっぱいいるからさ、話しかけたくなるんですけども、こんな感じで今日は、やばいな、なんかクリスマス前なんで、今12月の5日？じゃあ下がっていきたいと思います。5日なんで、やっぱみんなクリスマスの格好してて超可愛いんですけど、そう、プールどこだ、どこだって思うと思うんですけど、こちらです。なんと、こちらに、こんな感じです。
はい、これが例のプール。やばいね、やばいですよね。いや今回本当スムースさんに協力いただいて、めちゃめちゃここだから湯気がすごいあったかいのかな。ちょっと撮影交代してもらってちょっと撮ってもらおうと思います。ちょっと入ってみようかな。はい、ということでスムースのスタッフさんに持っていただいて今から入ろうと思うんですけど、じゃあ入っていきたいと思います。プールだからね、脱いでも全然大丈夫だからね。 YouTube 規制は激しいんで使えるかなって感じなんですけど、ちょっと入っていこうと思います。やばい、こちらです。やばい、これね、よく見るというか恥ずかしいんでちょっと入ります。恥ずかしいんで入ります。わあ、え、あったかいんだね。温泉に設定してあります。あ、でもそれできるんですね。はい、めっちゃ温泉みたいに気持ちいい。うわ、深っ。深い、ちょっと思いのほか深かったよ。よいしょ。おお、え、いいじゃないですか。あったかい、てか深い。これがね、よくお願いします。なんか一番深いところが 1.5 メートルらしいです。あ、落ちるんだ。下がってて気がする。あ、そうですね、きっと。はい、じゃあちょっと降ります。ちょっと降りないっていう。ちょっと一回、あ、ちなみに次撮影があるんですけど、ちょびちょです。こんな感じでめっちゃ気持ちいい。わあ、これがいいですね。ということで、例のプールだったんですけど、皆さんぜひ撮影会があったら来てほしいなと思います。だって、スムースさんこれ結構やってる。はい、毎週、あ、毎週のプールはちょっとわかんないんですけど、毎週じゃないけど、毎月ぐらいあるのかな。ちょっとサイト見てもらって、ね、どこのスタジオか確認してもらう形 でぜひ遊びに来てほしいと思います。お願いします。今日来てくれた一番最初のさ、他のね、ちょっと一般の方、お客さんもすごい喜んでたんですよ。レッツこれだみたいな。え、嬉しいですよね。そう、なので来てください。こちらがキリラでした。じゃあね。そんな感じで撮影会参加しているプロ失格な白雪です。